肺がこう弱っていて、はい、人工呼吸器なんですけども。ということは結構重篤な状態。そうですね、喋れもできない状態です。そう答えてくれたのは、先月28日新型コロナウイルスの陽性が判明し入院している60代女性の娘の20代女性です。自身も25日から発熱し、倦怠感や喉の痛みがあるといいますが、すぐに検査を受けられませんでした。25日から歯がそのコロナかもしれないということで、はい、私自身も体調を崩していたんで自宅待機ということで、うん、いつ検査してもらえるのかなと。28日の夜に保健所から連絡がありました。今日濃厚接触者ということで検査受けられますかどうしますかということです。陽性反応が出てやっと動いてくれた保健所。病院での検査も女性にとって違和感を感じさせるものでした。今日保健所に連絡して、まあ、受診してくださいっていうような感じでしたかね。それとも、そうですね、受診してください。受診してくださいみたいな。はい、自分から帰宅しました。いや、向こうから来ました。向こうから来ましたって。あ、そうなんですか。はい、僕らも保健所からの適正でということでコロナウイルスの部屋に住めたりするんですけど、はい、多分ね、僕らもこんなことじゃないなっていうけど、こういうのじゃないと思うんです。症状からね、もしこれで検査が陽性したら、ごめんなさいなんですけど、診察すごい軽い感じで、雰囲気的には保健所に言われたから仕方なく検査してますよっていう感じがしました。検査を受けたこの女性は今夜以降結果が出ると言います。検査を受診しやすい環境というか、もっと検査の件数を増やしてほしいと思います。